日本のとある町に総事業費253億円、毎年無駄になる税金500万円という現在進行形で赤字を出し続けている廃公共施設があるのをご存知だろうか。なんと市営の博物館なのに全ての展示物を回ると2000円もかかる。縦で見に来た人に1回で十分と言われ、年間60万人の来場者を予定したら10万人しか来ない。市長に馬鹿げたことをやった、実にくだらないとバッサリと切り捨てられ、わずか13年で閉館。しかし解体したくても建物が特殊すぎて8億円もかかる。民間に売ることも考えたが、やっぱり建物が独特すぎて誰も買ってくれない。再利用するにも海底トンネルまで掘ったせいで機械の更新費に20億円もかかる。活用方法が決まるまで年間700から500万もの税金が投入され続けている平成時代の廃墟。その名前は何間の海の時空間、大阪を代表する港、南港佐喜島にある海洋博物館のことだ。大阪市はなぜこんな博物館を作り、どうして失敗したのか、なるべく中立な目線で紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、この動画とチャンネルは正確な言葉より分かりやすさを優先して作っています。また参考とした資料引用元は概要欄に書いています。日本一の港、江戸時代大阪が日本経済の中心で日垣海戦といった海運が発達したのは有名ですが、明治時代になると国は横浜や神戸の港ばかりに力を注ぎ、逆に大阪は港の閉鎖まで提案されるようになります。大阪は海運で発達してきた町です。それが取り上げられるのは死活問題。そこで国が頼りにならないなら自分たちで港を作ろうと、大阪は市の数十年分の予算という凄まじいお金をかけて日本最大の港を作る計画を立てました。そして実際にやり遂げ、昭和12年大阪港は日本一の港に返り咲きます。自力で横浜神戸を抜き、日本の頂点に立った大阪。大阪港の発展は大阪のみならず関西の大きな原動力となり、関西経済は戦前戦後と大きく盛り上がりました。あまりに発展しすぎて、まだ工事が終わっていない段階で新計画を発動させたほどです。その計画とは第二次修築工事、大阪南港佐喜島の埋め立てはこの昭和2年の計画から始まりました。ただ戦争の影響で途中で工事が止まります。戦後しばらくして南港佐喜島の計画が復活しますが、周りの港との競争はさらに激しくなっており、単に港を作るだけでは勝てなくなっていました。そこで1958年四日市のような重化学工業地帯を大阪南港に作ることを計画します。早速香川県の協力のもと、瀬戸内海で浚渫した土を使って埋め立てを始めますが、工事を進めている最中一番大きな問題が変わってしまいました。工場を作っての経済発展から公害対策、安心安全な街づくりへと大阪市に求められる内容が変わったのです。そして同時に海運の中心が昔ながらのバラ積みからコンテナ輸送へと急速に変わっていきます。そこで1967年、大阪は南港佐喜島の開発を重化学工業地帯から臨海都市とセットのコンテナ埠頭へ大きく変更します。工場とコンテナ埠頭、そしてフェリーターミナルとベッドタウン、さらに臨海公園と再開発エリアが合体した現在の大阪湾岸地帯の誕生です。この後も大阪市は凄まじいスピードで増え続ける膨大な貨物をさばこうと港を拡大していきますが、一方で新しい臨海都市も計画し、市民と港の接点を作ろうと海洋イベントも開きました。そして1983年、その集大成ともいえる臨海都市計画を発表したのです。テクノポート大阪計画、明治以降関西経済を引っ張ってきた大阪港、その大阪港を作ってきたのは大阪港湾局です。黙っていても毎年市税が数千億円入ってくる貯蓄基金、貯金のようなものに至っては最大5000億円もある。有り余るお金と大成功した都市計画に大阪市と港湾局は浮かれていました。そして彼らは壮大な都市計画やイベントをいくつも考えます。その一つがテクノポート大阪計画でした。1989年に大阪が市制100周年になるのを記念し、ベイエリアに関西を代表する世界最先端の臨海都市を計画したのです。24時間眠らない世界最先端の情報、技術、文化、経済、
物流、交通が集まった街を作る。東京がバブルの時代にお台場に計画した東京テレポート計画、臨海副都心計画と同じです。いや、それよりもはるかにでかい計画でした。街の規模は775ヘクタール。これは伊丹空港なら3個、USJ なら14個も入る途方もない広さです。そんなスーパー都市計画の文化施設の中心として作ったのが、海洋博物館、なにわの海の時空館でした。大きなガラス張りのドームが目を引きますが、建設方法はめちゃくちゃ攻めています。1200トンもあるガラスドームを大型クレーンで吊り上げ、蓋をするような感じでコンクリートの台座に乗せたんです。そして何を守っているのかというと、復元した氷河期海戦です。なにわの海の時空館を作った目的、それは港から離れたところに住んでいる大阪市民に、大阪は海運で発達してきた町だと知ってほしい。そして江戸時代からの海運について関心を持ってもらいたい。氷河期海戦は歴史の教科書にたびたび出てきますが、現在一隻も残っていません。関係者は国会図書館から貴重な資料をかき集め、100年以上前に途絶えた氷河期海戦の完全な復元に挑みました。木造船を作ることができる船大工も高齢化し、おそらく日本最後の復元になる。まともな図面も残っていない中での復元は大変なものでしたが、見事ロストテクノロジーの復活に成功。平成の大阪湾を100年ぶりに江戸時代の船が航行したのです。しかし輝かしい話もここまでです。待っていたのは止まらない税金の大量投入と、調べれば調べるほど出てくる港湾局のずさんな計画でした。万年赤字、2000年なにわの海の時空館は満を持してオープンしますが、年間来場者は目標60万を大幅に下回る10万人となります。20万人を超えたのは1年目だけです。ちなみにその半分は社会科見学で来る小中学生と、タダで入館できる高齢者。もちろん公営施設は赤字黒字だけで語ってはいけません。しかしこの博物館は度が過ぎていました。初年度から億単位の赤字が出たため、大阪市の税金が毎年1億7000万から3億5000万円も投入され続けたのです。開業2年で累積赤字が6億円というさんさんたる結果に、港湾局や博物館の職員はなんとか赤字を減らそうと頑張りました。吉本と契約して館内の催し物を面白くしたり、宝くじの助成金で大幅リニューアルもしたんです。しかし2億円近いリニューアルで増えたお客さんはたったの9000人。指定管理者制度を取り入れても年間委託料1億9000万に対し、売上はたったの2500万円。差額はすべて大阪市の血税です。そもそも面白くしたと言っても、それは解説者の風貌などで、入館料で乱れる展示物は氷河期海戦ぐらいでした。なんとそれ以外の人気施設は追加で料金がかかり、全部見ようとすると1400から1600円もお金がかかったのです。そもそも船は海を航行するから楽しいのに、保存を優先させた結果、氷河期海戦はただの展示物となる。そのくせ10年でひびが入って航行不可能になる。そもそも博物館があることすら大阪市民に広まっておらず、海底トンネル付きの博物館と無駄に凝った作りにした結果、光熱費だけで年間8000万円もかかる。館内は社会科見学の小学生しか見当たらず、無料送迎付き、入館料タダで来た高齢者にも2回目はないと言われた時空館。2009年にもなると支出3億3000万に対し、収入がたったの3000万円と絶望的な状況となりました。そもそも時空館は建物の建設だけで176億、氷河期海戦の復元だけで10億円もかかった超高級物件です。小中学校の冷房化など、本当にやるべきことは後回しにしときながら、無駄な事業にばかりお金をかけた大阪市に対し、世論はものすごい批判を始めます。そもそも大阪港湾局、バブル崩壊まで大黒字でやってきたため、2005年まで損益計算書すら作ってきませんでした。つまり一体いくらお金が入ってきていくら出ていったのか、40年間誰も分かっていなかったのです。そんな部署が考えた博物館、黒字になるわけがありません。そして現状認識も甘いです。開館してから10年後には事業仕分けで廃止が決まったものの、港湾局は抵抗を続けました。2011年、現状を甘く見ている港湾局に対し、橋本市長は、収益でランニングコストも出せないなら撤去も考えろ
と厳しく命令します。2012年にもなると市の幹部会議で、船を残す価値なんかあるのか、無価値なら切り刻めと同僚からも一蹴されるようになります。最後は橋本市長に金銭感覚、計画が狂っている、日垣海戦など馬鹿げたことをやった、行政は倒産がないから無責任で判断をする、実にくだらないと徹底的にこき下ろされ、2013年なにわの海の時空間は廃刊となりました。八方塞がり、税金を払う立場からしたら廃止一択の時空間ですが、立場が変われば意見も変わります。日垣海戦を復元した船舶関係者です。復元に携わった神戸海洋大学の教授は、100年後には重要文化財になっていると発言。日本船舶海洋工学会は学術的価値があるからと、日垣海戦の保存を求める要望書を提出しました。しかし橋本市長は、要望を出すなら自分たちは何をするか示せ、必要なら買ってくれ、学術的な意味があろうと税金で保存させるべきものではないと一蹴し、処分に動きました。しかし時空間は海底トンネル付きのガラスドームが海に浮かび、中には大型の木造船が横たわる特殊な物件です。日垣海戦の解体だけで3500万円もかかります。それならばと撤去を考えますが、今度はドームが邪魔をして、撤去費用は5億5000万円まで跳ね上がりました。全てを解体しようとしたら最低でも8億5000万円が必要、そのまま使うにしても設備の更新に20億円かかる、全てが積んだ時空間、もはや売るしかないと、2013年、大阪市は日垣海戦を自由に使っていい条件で引き取り手を募集しましたが、応募はゼロでした。もうどんな条件でもいいから誰か買い取ってくれと再募集をかけますが、独特すぎる施設が足かせとなって、やっぱり誰も買ってくれません。そうこうしているうちにコロナが蔓延、2020年になってようやく応募企業が出たものの、不況で撤回してしまいます。現在何とか買い手を見つけようと港湾局は動いていますが、今も最低限の維持管理費として年間500万もの税金が投入され続けています。以上が大阪の中ボスレベルに相当する無駄な施設、なにわの海の時空間です。紹介した内容は全て大阪市の歴史書、そして産経と朝日新聞、大阪市議会会議録に書いてあります。興味がある方は概要欄を参考に調べてみてください。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。